鎮魂の日は東京都文京区公楽の東京ドーム敷地内にある石碑。太平洋戦争などで戦死した日本プロ野球選手の功績を記念したものである。管理は野球伝道博物館が行っている。太平洋戦争では当時20代から30代だった選手、指導者の多くが徴兵され、また戦死していった。後年のプロ野球繁栄の礎となった。 戦没野球選手の功績を称えるため、1981年に、当時の高楽園球場脇敷地内に、石踏みが建立された。石踏みは2枚ある。1枚目には戦死した選手の氏名が、2枚目には遺族を代表して、特攻隊員として戦死した石丸慎一の実刑、基吉による、追悼文や当時セントラルリーグ会長だった鈴木隆二による、 混流種子分が刻まれている。1988年、東京ドーム建設に伴い現在の場所に移設された。2005年11月には、中東野球、大学野球、社会人野球に在籍し、戦火に散った選手を対象にした、戦没野球人モニュメントが制作され、野球電動博物館の電動コーナー入り口に設置されている。 2015年には前日の4名を含む5名が戦没野球人モニュメントから鎮魂の石踏みへ移された。2018年現在は73名の名前が刻まれている。は、野球伝道入りしている人物。ありがとうございます。